はい、ゲロちゃんです。今日はですね、この間ピカールだけで磨いた10円玉をね、ちょっとね、今回のもう一度ね、ピカールで磨いて、それからね、あることをね、していきたいと思います。今ね、こちらもう一度ピカールでね、磨き終えたところです。この10円玉をね、今からね、こちらに置いて、じゃあね、今からね、こちらの10円玉をトリックをね、かけていきたいと思います。はい、じゃあね、まず用意するのがね、こちら車のね、ワックスで構いません。ワックスを用意します。そしてホワイトですね、ホワイトのね、ワックスをね、用意いたします。そしてこれを取って、で、ワックスをね、かけつけます。はい、こちらね、車のワックス、そのワックスをこの先ほどピカールだけを磨いたね、10円玉にね、塗りつけていきます。全体的に、おいっと、はい、全体的にね、ワックスをね、つけます。こうやってね、くる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 っと、そして裏もくる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 っと、はい、これでね、とりあえず乾くまで待ちます。はい、ワックスが今乾いたので、これからね、このワックスをね、ちょっと拭いていきたいと思います。よいしょ、これをね、拭いていきます。こうやってね、もう軽くでいいですよ。もう軽くくる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 っと拭いていきます。こういう感じですね。はい、こういう感じで、だいぶ綺麗に拭けたかな。こんな感じでね、こういう感じで拭いていただいた。はい、今ね、ワックスをね、取り終えました。そのワックスを取り終えた10円玉にね、次はね、こちらです。ミシンオイル、ミシンオイルでもいいし、ローション、蒸発しないね、ローションなども使用できるかと思います。これをね、今からね、こちらの10円玉にね、塗っていきたいと思います。はい、ということでね、見ていただいても分かるように鏡のようになったんじゃないかなと思います。一段と今回はね、ピカールを磨いた後にこの車のワックス、ホワイトと、そして万能オイルね、普通のローション、蒸発しないローションでもね、使用できるかと思います。ピカールでね、だけで磨くと限界の輝きがあります。前の動画見ていただいても分かるように、あれがね、精一杯のね、輝きになります。それを超えるためにはね、さっきこのように今回のようにワックスとね、この透明なオイルを使うことに応じて、あのようなね、鏡的なね、映りがね、出来上がってきます。ということでね、他のね、いろいろなね、磨きの動画もね、見させていただいておりますけども、まあ中にはね、これをこのような感じをね、使用してね、ちょっとね、ごまかしてね、輝きをね、見せているという動画もね、見かけられました。ということで、ね、今回ね、そういう動画を見かけたのでね、まあ、暴露的にやらせていただいております。だから、ピカールとかそういうの拭いた後、やった磨いた後にこのような感じでね、やると、カメラを通してでもそうですし、まあ肉眼でもそうですけどね、輝いて見えるようになっております。ということでね、今回はね、ピカールを磨いた後にね、トリックをしてみました。っていう感じで、今日はね、こういう感じで終わらせたいと思います。ということでね、このようにしたらね、こちらを使うと、まあ、大体ね、綺麗なね、磨きがね、出来上がると思います。で、これからね、もうそれもね、4K ですね、
ビデオの 4K、4K かね、のビデオでね、撮影すると、もっと鈴なし先ほどよりも輝きがね、鏡のように、もう一段と綺麗な鏡のようにね、映るんじゃないかなと思っております。ということでね、今ね、ゲロッチョのこのカメラはね、もう2010年製のパナソニックのね、ビデオカメラになります。だから今もう2020年になってきてるんでね、だいたい約、丸々9年終わって10年目入るということですね。そのカメラでも、このようにね、綺麗に見えます。ということは、4K を使うと、もっと一段とね、輝きのね、この10円玉がね、見れるんじゃないかなと思っております。ということでね、最近というかね、近いうちにゲロッチョもね、その 4K のビデオをね、購入したいなとは思っております。またね、購入したら購入したでね、また動画を上げさせていただきたいと思います。ということで、今回はね、トリック的なものをね、使用させていただきました。ということで、またね、バイバーイ。